どうも、ふくろです。今回はですね、このレッドウィングのアイアンレンジャー8087ですね、スレートミュールスキナーの、いよいよメンテナンスをやっていこうかなと思います。これまではね、まあ日常的なブラッシングだけでやってたんですけど、まあちょっとそろそろね、ちょっと一回、まあメンテナンスがオイルアップをちょっとしようかなということで、まあやっていこうかなと思います。なんやかんやね、購入してから今に至るまで、だいたい3ヶ月ちょっと、まあ、履いてるんですけど、まあ、正直ね、まあ、やらなくてもいいかなっていうのは、ちょっとあったんですけど、ただ僕が好みというか、まあ、最初にその、ミュールスキナーが欲しいと思った時に、その見てた、まあ、これじゃなくて、元の方というか、茶色いね、ミュールスキナーの方だったんですけど、もっとね、こう、ギトギトしてるというか、もうちょっとこう、なんだ、オイリーなね、雰囲気だったんですけど、これはなんかちょっと多分個体差なのか、ちょっとこう、なんだろう、もうちょっと毛羽立ちというかね、ちょっともさっとした感じの質感だったんで、これをちょっとこう、まあオイルを入れることによって、ちょっと寝かせてね、まあちょっとこう、ムラのある、オイルムラのある、ちょっと男臭い感じのね、まあ雰囲気にしていきたいなと思ったんで、ちょっと今回やっていこうかなと思います。ちょっと紐外していきますけども、まあ3ヶ月ぐらい履いてるとね、結構、なんか最初の購入報告の時には見られなかったムラとかね、もう出てきますし、まあ、あとやっぱりその、毛足が寝てる部分もあるんで、なんだろう、オイルは特に入れてないんですけどね。そこの部分はね、こういうとこちょっと白くなっちゃったりしてるんで、ちょっとね、その辺も起こしつつ、やっていこうかなと思います。実はこの紐取るの初めてなんですよ。今までね、普通の、本当の普通のデイリーケアしかやってなかったんで、まあ、いわゆるブラッシングね。やっぱりこの、ナイロン製の丸紐って、付け外しが本当楽ですし、着脱も楽なんでね、やっぱこのアイアンレンジャーはね、結構選んで履いてしまいがちな一足ですね。ではね、ブラッシングをまずしていくんですけど、まあちょっと袋オリジナルというかね、まあ本来だったら馬毛のブラシなんですけど、まあ、今回はこの豚毛のね、ちょっとこの腰のあるブラシで軽く、なんかこう、なんかミュールスキナーだから、まあ、いわゆるスウェードっぽいんだよね。なんで、ちょっとこの寝た部分とかをこう、起こしながらというか、逆立てつつ、一回ちょっとブラッシングしていきます。はい、これで一通りちょっとブラッシングをしていったんで、ちょっとね、伝わるかな。若干こう濃く見えるというか、まあなんでかっていうと、まあ毛足を、寝た毛足をちょっと今起こしてるんで、つま先の方とかも一応起こしたんですけど、ちょっと見づらいかな、若干わかりづらいんですけど、ちょっと今全体的にちょっと固めのブラシで起こしました。はい、一通りこれでブラッシングも終わって、でこうなんかいい感じに今ね、こう毛羽立ちがね出てるんで、ちょっとこのカメラで伝わるかわかんないんですけど、ここから、ちょっとオイルアップをしていこうかなと思います。で、今回なんですけど、まあ、どんな感じでやっていくか、で、基本的にこういうスウェード系って、オイルアップって正直あんまないというか、まあ、いわゆるスウェード用のスプレーとかをかけて終わるのが、正直一番、まあ、普通というか、まあ、それが、まあ、安定的なね、なんというか、まあ、セオリーというかね、やり方だと思うんですけど、僕はもうちょっとこうなんかね、なんだろう、ラフアのタフまでいかないんですけど、もうちょっとこう、油ぎしというか、なんだろうな、なんか、レザー感がね、出てる感じが、ちょっと好みなのと、そうしたいなって思ってたんで、シゲふさふさにするのであれば、一回丸洗いとかね、こう表面だけでもザッと水で流せば、まあ、できるんで、まあ、一旦ちょっとその逆をやろうかなと思ってて、で、やるのが、この、M モーブレの、まあ、おなじみのこのデリケートクリームと、さらにおなじみのね、このクレーム1925をね、64か55かぐらいの割合で、まあ、大まかにそんぐらいなんですけど、混ぜたものを、このね、靴に塗っていくというか、まあ、塗るというかね、なんていうかね、まあ、人間でいうところの、なんか髪の毛にワックスつけるような感じで、ダダダダッとこう手でね、擦るような感じで、染み込ませていったらいいかなと思ってます。まあ、感覚的には、こっちはトリートメントで、こっちがワックスみたいな。だからトリートメントワックスでね、っていう感覚で、ちょっとこの靴にね、塗っていこうかなと思います。どうなるんだろう。これね、梅雨時期もちょっと考えたんですけど、梅雨はね、逆にそのスウェード用の、なんならちょっとこう、撥水に重きを置いたね、スプレーで終わらせようかなと思ってるんで、そう。なんでちょっとこう、梅雨入る前、まだちょっと今日もめちゃめちゃ天気いいんで、まあ普
普通にね、晴れの日履いていくと思うんですけど、一応こんな感じ。うん。これデリケートクリームで、まあ、手をね、ちょっとパレット代わりにして。うおー、すごいな。いい匂いする。こんな感じでね、両手に見えるかな？すごいこう、ギトギトに今これついてるんで、これをこういう感じでやっていくってことですね。いや、ちょっと怖いな。いきまーす。おい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 。これムラになるね。これあくまで僕が勝手にやってるだけなんで、皆さんはね、やらないでくださいというか、やらない方がいいと思います、これ。このね、この仕上がりを気に入った人がいて、そうしたいっていうのであれば全然いいと思うんですけど、セオリー通りでは全然ないんでね、うん。ただ、僕がこう、ラクワのタフの時、911の時、みたいに、懲りずに、画流でやってるだけなんでね、ちょっとそこはね、ご了承いただきたいんですけど、また、梅雨時期の靴メンテについてもね、ちょっと動画を出していくつもりではいるんですけど、まあ、難しいですよね、なかなか。なんというか、靴によっても違いますし、そのやり方とかね。まあ、カビの原因にもなっちゃうんで、こういうのも、ほんとほどほどにやらないといけないんで、その辺のさじ加減ってね、結構難しいんですよ。難しいですし、靴によってはね、いや、全然ちょっとしかやってないのにっていうようなやり方でもダメっていうパターンもね、あったりもすると思うんで、そう。だからこれもね、ちょっとあまりこうやりすぎは良くないなぁと思いつつもやっちゃうんですけどね。おぉ！なんかだいぶ変わってきたな。もうちょっとやる？ちょっとやりすぎ？いや、もう、ちょっとこっちだけちょっとやるか。好みってあると思うんですよ。要は、ミュール好きなの、毛羽立ち好きっていう人ももちろんいると思うんで、正直全員に刺さるっていう感じはないと思うんですけど。はい。ということで今一通りちょっとね、まんべんなく、ざっくり塗ってみたんですけど、こんな感じですね。え、なんかこれめちゃくちゃ渋くないですか？あ、そうでもないかな、どうか。勝手に一人でテンション上がってますけど、僕が理想としてた、ミュールスキナーの質感って、これなんですよ。ちょっとこういう部分が、なんだろう、オイルでね、ね、毛足が寝て黒く、浅黒くなって、で、若干こう、照ってる、照りがあるというか。そう。ただこれもね、乾くとね、ちょっとまた戻っちゃうとは思うんですけど。うん。ただ僕の印象としては、これが求めてたミュールスキナーなんですよね。そう。なんだろうね。まあ、やっぱりその毛足というか、その、中のね、含有量、油分の含有量によって、毛足のね、寝る寝ないっていうのもあると思いますし、それでかなりね、色味も変わってくるんですよ。見た感じのね。で、さっきまではね、ちょっとこう、ほんと薄いベージュというか、まあ、グレーベージュかな？うん。で、場合によっちゃね、見方によっては白っぽくも見える部分もあったんですけど、なんか一気にね、ちょっとこの、ゴリゴリな感じというか、男臭いブーツのね、感じ。女性受けは絶対しないですけど。女性受けはしないですけど、好きでしょ、こういうの。っていう感じになったっすね、これで。はい。ということで、もう片方、でももう片方と対比してみようか。こんな感じで。これまずさっきの方を。もう片方がこんな感じ。まあ、こっちもこっちすごくいいんだけどね。うん。で、こっちは本当にそのまま毛足が立ってるだけ。に対してこっちはちょっと一部毛足が寝たりね。こう、つま先の部分とか。こういう感じでね。ちょっと寝てる部分もあったりとか。油分含有量の多いところは照りがね、ちょっとこう艶があるというかね。そう。ちょっと若干濡れた感じっていうのかな。うん。一旦ね、これはこのまま置いといて、ちょっとこっちも同じようにやっていきます。まあ、当然ムラはできるんで、まあ、そこはね、ちょっと個人の好き好きもあるかなとは思うんですけど。ただ、一個ポイントとしては、下から下ろすようにやると、当然、こう、凹凸というところのこのね、山になってる部分に優先的にこう、油分が染み込んでいくんで、そこはちょっとこう、いい感じのムラにはなるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ今回はね、まんべんなくやって最終的に油分が中で寄って、ムラができるっていうのも一つ、狙ってはいきたいなと思ってるんで、ちょっとね、なんなら過剰なぐらいに、いや、もうほんとスウェード好きの人からしたらもう暴挙も暴挙だけどね。まあ正直これもやりすぎると型崩れの原因になっちゃうんで、まあほどほどにはしとくんですけど。はい、ということでですね。まあ一通り、ちょっと塗っていったので、一回もこれ紐通しちゃおうかなと思います。基本的にね、メンテナンスとしてはこれでもうおしまいなので、
なんというか、いわゆる普通のスムースレザーとかってね、この後ブラッシングと、クロスの空拭きとかあると思うんですけど、まあ、スウェード調のね、こういった靴に関しては、まあなくてもいいので、まあ、なくてもというか、まあどうせまた後でやるんですけど、基本的にはこのままね、履いていってみようかなと思うんで、はい、ということでね、結構、なんというか、どうなるかなって若干不安だったんですけど、まあ、なんかうまくいったなと個人的には思ってます。まあこれもね、結局その、もともと、こう、皮が含有している油分とかに比べれば、まあ、ビビたるものではあるんで、なんというか、まあ、すぐね、なくなっちゃうかなとは思うんですけど、なくなったというか、まあ、その飛ぶっていうかね、なんかその、今のこの色ムラ感って多分、ハイテクごとにちょっとこう、なくなったりとか、薄まったりっていうのもあると思うんですけど、まあ、これをね、定期的にやっていくことによってね、こう、なんだろう、ある種の癖じゃないですけど、なんかこういううまくいくんじゃないかなと、勝手に希望的な観測をしてますけども、はい。ということで、今ね、一通り、一連のね、もう紐も通して終わったんでね、見ていこうかなと思います。これカメラでわかるかな？でもわかるか？ちょっとこの辺のね、ツヤがちょっと出てたりとか、あと、つま先の部分だね、ムラがあって、毛足がちょっと寝てね、若干こう、ツヤが出てる部分もあって、別にこの靴にツヤは求めてないんですけど、ちょっとこの辺のムラとかね、その辺が結構好みだったんで、はい。で、多分デリケートクリームの方というか、まあ、半々でね、11でこう混ぜたわけなんですけど、は、まあ、吸収されたりとか、あと乾燥でね、まあ、なくなっていくと思うんで、おそらく残るのが、クレームに含まれてる、まあ、ちょっとした油分とかが毛足が寝た状態でちょっとこう残って、で、さらに、まあ、潰れてね、毛足が。で、ツヤとかが出ていくんじゃないかな、ということで、こっからまあ、こう履いていくわけなんですけど、まあ、ちょっとまたね、どこかのタイミングで、エイジング報告もね、していくんでね、まあ、そこもちょっと見てもらえたらな、と思います。そうだね。これ、この靴に関しては、今、梅雨時期に履く靴としては、ダナーフィールド。まあ、あれが筆頭かな、ほぼ。で、時点で、フラットボックスと、このミュールスキナーかな。そう。ミュールスキナーもね、結構雨に強いんで、で、なんならその梅雨時期に履く靴探してる人、まあ、検討のうちの一足に加えてもいいんじゃないかなっていうぐらいには強いです、この靴。で、さらにね、さっきちょっと話した、まあ、防水スプレーというか、まあ、スウェード用のスプレーとかね、かけてもらえれば、まあ、メンテナンスも、まあ、比較的楽ですし、そう。あと、汚れとかもね、基本的には、ブラッシングとか、あとなんか消しゴムみたいなね、やつあるよね。そう、ああいうのをね、やったり。なんで、まあ、その、いわゆるオイルアップとか、ちょっとめんどくさいなって人に関しては、まあ、すごく楽なんじゃないかなと思います。個人的にね。今回僕は、ちょっとその、うん。実験的にね、ちょっとオイルアップしたわけなんですけど、そう。だからそういった意味でも、あとまあレッドイングってね、基本的にレザーにすごい油分が含まれているんで、本来であれば多分2、3年は何もしなくてよかったと思うんですけど、まあ僕はちょっとなんかしたかったってことでね、つけたんですけど、そう。なんで、保守管理も楽だし、まあカビだけね、気をつけて履けば、天候も気にしなくていいんで、まあ履いた感想としても、これは結構履きやすいし、持っててね、なんかこう楽な一足なんじゃないかなと思います。履き心地的な面もそうなんですけど、まあちょっとこの着脱ね、ブーツって結構その脱ぎ履きがめんどくさいってとこあると思うんですけど、例えば飲みに行ってお座敷とかね、ああいうちょっと上がったりするときにね、なんですけども、そういうとこが結構楽だし、なんでそういったところも含めてね、結構おすすめですよ、この靴は。次回はね、ちょっとスウェード用の、まあ、スプレーを買ってね、ちょっとそれを振りまいておしまいにしようかなと思います。まあちょっとね、多分次回やるとしたら梅雨時期入る前か梅雨時期の中かっていうところなんで、ちょっとなかなかカビ対策はね、個人的にも課題な部分はありますし、なるべくね、ちょっとこう風通しがいいように、週末とかね、陰干しとかしたりしてるんですけど、なかなか難しいね。うん。で、一回カビ入るとね、いわゆる根治は難しいところはあるんで、まあ適度にね、ちょっとこう乾燥させつつ、履きつつ、ブラッシングしてと。そう、やってはいるんですけど、まあ難しいところあるんで、まあ、簡単にね、梅雨時期のメンテナンスは終わらせようかななんて、今考えてます。そのタイミングでね、またちょっと、この後履いていってどうなったか、っていうところも、まあちょっと、報告できたらなと思っているので、まあ気になるなという人は、グッドとチャンネル登録の方、お願いいたします。バイバイ。